小池徹平です。みきです。プリンセプターの宮城です。さあ宮城さん、はい、今回は何をして遊ぶんでしょうか。1ヶ月前ぐらいに、うん、なんかあのテーブル使ってなんか左折移動やったと思うんですよ。あーやったね。あれのちょっとまあ応用編ということで、うん、まあ、テーブルを今回四角く囲って4周飛ばすみたいな、まあ、今日が2月の29日なので、うんうん、実はウルード氏という年なの で、はい、その4年に一度の4にあやかって四角移動、四角移動4周ということで、まあ、4を1、まあ、刻んでいこうかなと。なるほど。いうことなので、あの操作的にはあれですか、方向がもうこう前に、いや変えなくて、今回は自由にもう4周でいいんですね。はい、じゃあまだなんとかなりそうな、はい、私は簡単でした。あ、分かりました。宮城さんの簡単はちょっとね、あの信用しちゃダメだから、はい、まあやってもらおうかなと思います。分かりました。じゃあお願いします。さあ、みゆきさん、はい、面白そうなコースがこと、はい、用意しました。で、まあ、今回4日なむので、うん、四角4周で、まあ、向き変えなくていいです。そのまま、はい、4周4周して戻ってくる、はい、戻ってくる、ここまで、はい、テーブルからはみ出ちゃダメ。ダメです、うん、まあ、どこではみ出てもそうなんですけど、1周とみなさないので、はい、はみ出ずに回れた分を1周とカウントしますという感じですね。まあ、正確にかつ早くですね。わかりました。走りすぎたらはみ出ちゃいそう。これ例えば向こうあたりではみ出て、じゃあこっちにあの斜めで戻ってきてもいいの。まあ、ありにしましょう。ちゃんとこうし戻んなきゃいけないのか。は、まあ、特にないです。はみ出たらこっちに戻ってきてやり直しで、はい、大丈夫です。わかりました。じゃあ先方方向ですかね、はい、最初はグー、じゃあ一歩、はい、よいしょ。方向で。あ、方向で。え？え？え？どういう感じか見たい。あ、まあまあまあ。いきます。よーい、スタート。お、確かに むずいかも。あ、はみ出ました。はみ出た？はい。マジ？いきます。はい。ほんま慎重にからむずいな。四角問題またあるな。はい、OK です。むずいよ。はい、はい、一周低い方がでもテーブル分かりやすいから。あ、はめ出ました。マジ意外とギリギリ、ギリギリセーフです今の。いや、むずいよ、ほんとに奥がむずい。あ、ギリ、あ、はい、はい、出ました。今2周です。はい、あー出ました。はい、むずっ。待って、難しそうすぎる。慎重にいかないと本当に難しい。セーフ。はい、 OK です。ラスト1周ですね。これは行く機会の一発で。はい、 OK です。じゃああとは戻って、はい、 OK です。よし、むずいわ、むずい、むずい、むずい。まあ、今3回、4回、3回かな、うん、4回ぐらいはミスがあったということなんですけど、タイム1分13秒1分13秒22ですね。1分13秒22。いや、奥側がやっぱりそうですね、向こうが多分、うん、この奥、やっぱ前回と同じで奥行きって結構難しいので、ここのラインがそうで、ずれちゃいけないというその真横移動って意外と難しいですね、はい、ゆっくり行こう、慎重。いや、私そういうのできないんだ。しかも近すぎるとまた近いでなんかふわっとかなっちゃうから、あ、 それもちょっと、そうですね、それもあってちょっとまあ操作感は難しいのかなと。で、地味に方向も変わるとすぐはみ出ちゃう、はい、よし、頑張って、頑張ります。じゃあ行きまーす、はい、よーい、スタート。いける、頑張れ。なんか落ち着いたね。はい、大丈夫です。あー、うまい。あ、落ち着こう。うまい、大丈夫です、大丈夫です。1周目 OK ですね。あ、うまい。お、うまい。え、うまくない、はい、おー、 OK ですよ、はい、 OK。 おー、うまい。はい、ラスト、ラストです。うまっ。あ、あ、出ました。戻って、頑張れ、頑張れ。まずい、タイムロス。もったいない、もったいない、もったいない、もったいない。頑張れ、頑張れ、頑張れ。や
頑張れ頑張れ、もったいないもったいない。いきます、いけ。まだ全然でしょ、スムーズだったから。これで終わりだ。いけんじゃない、いけんじゃない。はい、OK です。おー、どうだ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 、結構いい勝負か。さあ、というわけで、まあ、1回ミスったかな。1回ミスって、とんでもないところに。ねえ、そうですね。ミスの数で言うと、ニキさんが圧倒的に少ないと。少ない。さあ、というわけで、じゃあ、もうタイムだけですね、あとは。はい。はい、というわけで、じゃあ、発表します。意外といい勝負じゃん、気がしない。1分15秒ということは、私の、はい、1分13秒なので、小池さんの勝ちと。はい。うわー、あれ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 、あの裏に入っちゃったから。そこだけでしたね。あそこで、カバーができなかったんだ。多分あそこで10秒ぐらい時間持っていかれたので。確かに。じゃあ意外とミスった回数多かったけど、すぐ戻ってやり直せたのが大きかったってこと。リカバリーが早かったので、その分タイムが、でも悔しい、ほぼノーミスに近いんだけど。そうだね、ノーミスだったね、ほとんどね。悔しい。2秒、2秒です。2秒だよ。2秒と。いやすごい。なんかそこに入んなかったらな。そうだよ、本当にそうだよ。そうなんです。どこ行った。いい勝負だったね。いや本当です、楽しい。これ楽しいね、うん、やっぱね、前回に引き続きなんですけど、やっぱ奥行きが出てくると、うん、だんだんね難しくなったりするので。非常に難しかったけど、難しい。気上手にやってたな。ノーミスだったもんな、奥。そう、いつもより冷静にできましたね、うんうん、私いつも勢いでやっちゃうけど。次はもうちょい難しめに距離長くしたりとか、うんうん、もうちょっとね大きく飛ぶとかすれば、まあ、より難しくなるかなと思います、うん、はい。まあ、ちょっと次回も難しめにやっていこうかと思います。いや勉強になりました。ありがとうございました。